今日はビデオ持ち。バージョンアップしてませんか、持ち手ついて。いい、大丈夫？はい、あ、そう。じゃあ、こちらどうぞ。はい、それでは続きまして黒牛、うん、和歌山県といえば黒牛って言われるほど県内に食中酒者はどうもこちら黒牛シリーズとなります。純米酒から純米酒から純米大吟醸までいろんなランクの黒牛があるんですが、これは純米原酒生酒ならではの酸味香り旨味、あの和歌山県のお酒って結構濃いお酒って言われてるんですけど、それを体験するようにこれは香りも旨味も濃い、そんなお酒となっております。これは何？何を？黒牛？いや、一回しか出てこない。名前も同じだけで、作りも全部違うから。あ、木の先やめようかな。もっと面白いやつがあるんです。インシェで、この今飲んでいただいた黒牛、これがお土産で売ってる一般酒です。一般酒というのは大体2回火入れします。なので香りとか旨味は飛んでしまうんですが、常に置いてても味が変わらないという良さはあるんですよ。で、度数としてもこちらは軽いです。料理向きだね。そうですね、食中酒向きですね、うん。なんで同じ純米酒でも全然物が違ってきますね。ああ。ただやっぱり生酒の良さっていうのは、まあ、ただ生酒は冷蔵保存が絶対条件なんで、うん、まずお土産には置けないですね。やっぱ管理体制がなりませんので。はい。で、今上田の蜜が非常に香りが高いので、うん、どちらかというとお酒に趣を置いてお酒中を楽しんでいただけるタイプです。次は料理と合わせて楽しんでいただけるのはそっちのそういうタイプのお酒となっております。みなかたも美味しかったんだね。はい、みなかたこちらが超辛口、うん、はい、あの和歌山県で一番キレのある辛口で酒度がプラス15となってます。純米吟醸で、15出てるのはあったりもします。ただ、うん、純米酒でここまでキレの出てるっていうのはなかなか少ないですね。あの純米酒で旨味もしっかりしていながらやっぱりすごくキレがありますので、食中酒に抜群です。はい、もう幅広く料理に合いやすいものですね、うんうん。脂っこいもん食いたいもん。そうですね。続きましてこちらがサイガ、ここの絵サイガと言いまして、サイガの鉄砲酒、江戸時代とかにあったその血縁の方になります。はい、で、この、蔵がですね、全日空のファーストクラスの、ウェルカムドリンクで使われたりとか結構いろいろ注目も集めてるんです。で、ここがもともとお酢屋さんです。で、日本酒も今すごく力入れて作ってるお酒ですね。で、これがですね、おまちっていう米を使ってます。一番多いのが山田錦、その次に多いのがおまちですとか、あとが出てこないです、おまちともう一つあるんです。まあ、おまちっていうのはすごく柔らかい感じのお酒です。香りもある程度ありながら、とてもふわっとしてる感じが出やすいお酒ですね。うん、水みたい、飲めちゃうね。飲めますね。で、最後ちょっとそれすごいわ。これインシエビト、これがですね、15年常温熟成です。15年古酒です。酢じゃないの？もう酢じゃない、酢にならないんです、日本酒って。はい、で、ここまで色の出てる古酒っていうのはまずないですね。うん、はい、もう独特です。そして強烈です。まあ、なかなか15年の歴史をぜひ楽しんでいただけたら。もう酔った時にチビチビ飲みたいような、そんなお酒ですね。ブランデーだね。はい、本当にブランデーだよこれ。ブランデーです。うん、はい、すごい。すごい色ですので、はい、まあ、こんな感じで6種類となりました。ぜひぜひ。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、では写真撮り直します。どうしました？ああ、そうかそうか。色がすごいね。はい、まずこちらが騎乗酒、
の別に古いわけではないんです、お酒自体は。非常酒って言って日本酒、まあ、米麹を水で仕込みますよね、うん、そこにお酒を足すんです。そういうことによって腐れなくするんですね。あの菌がありますので、作ったお酒となります。ただこれが決して美味しいかっていうと美味しいと言いづらいんですね。はい、あともありがとう。まあ、よかったらこれ少しずつですけど試してみてください、はい。うん、これ氷入れて、ああそうです、氷入れてちょっと6グラム6で飲むと実はすごくジュースだね。ああ でも本来の本筋ではですよね、ご飯って言ったら甘酒って甘いじゃないですか。あ、甘酒だ。ああ、甘酒って甘いですよね。それとして実際にご飯米を使ってやってるので甘く なるのが本筋なんです。逆に言うと今甘くないのがすごい。で今度は室町時代再現したお酒で、これが精米が 90%、すごいね、はい、10% しか削ってない。うん、ちょっとお酒飲んでいただければできますけども、じゃあもうほとんど、はい、磨いてないです、ね、はい、もうこの色は強いです、ね、すごい。あ、はい、すいません。結構独特の香りですよ。あ、なんか、まあ、作ってるメーカーによって違うので、あのただ昔の文献を再現してますなかなか面白い、面白いです、うん、昔っぽい、はい、でこれが江戸元禄、江戸初期ですね。江戸初期の作り、うん、握りはおもかせ、5缶で1人前です。似てる、はい、これと似てる、似てます、うん、はい。で、昔って、酒屋さんで作って、まあ、度数っていうのは大体20度ぐらいです。18度とか、うん、原酒の時点で。でそれを、酒蔵が作って酒屋に運ぶ時には、うん、原酒のまま運んで、で、水で薄めます、はい、で水で薄めて出してたんです。だから昔あの力士さんって何升も飲んだっていう格好がありますけど、うん、実際に度数はかなり薄かったと言われてます。意外とこう薄めると美味しかったりします。飲みやすくなって、甘すぎない、はい、意外と悪いっていうのは日本酒の実は正しい形ではあるんですね、昔のこと、うん、はい、面白い。でこれが江戸後期から、明治あたりですね、うん、ここら辺まで来ると、また甘みがだいぶ抑えられてきます。あ、でもちょっと酸っぱいね。酸っぱいですね、うん、はい。でお酢作るのもあれなので、酸っぱくなっても実はまあ本筋ではあるんですね、うん、はい。でこれが、境界1号酵母、いわゆる今の酵母っていう菌の最初の酵母です。へ、うん、はい、それを使ってんだ、はい。だからもう、昭和ですね、はい、ここまで来ると今のお酒の味に近くなってきますね、うん。うんうんうん、はい、でもやっぱりちょっと時間が経っちゃったお酒の味しますね、うん、はい、うん。でどういうことが言えるかっていうと、辛口の凄さです。あ、言えてるね。そうだね。だから辛口って流行ったんですよ。お酒甘くない、なんて美味しいんだ、飲みやすい、料理に合うんだっていうので辛口が流行る。そして今の多種多様性です、うん、こうやって多種多様性です。でも料理に使うにはいいかもしれない。料理として使うのはだから食中酒としては難しいかもしれないですよね、うん、なんでこういう今までの歴史があって今の日本酒の凄さです。もう歴史の観点で見ると結構また日本酒も、うん、面白かった。こちらのこちらの説明させていただきます。どうしようかね、まだご存知だとは思うんですよ、はいはい、まずお鍋、クジラの尻尾のあたりのお肉、赤い肉ですね、この赤い肉、あ、こっちだっけ、はい。でその白い方、左側がこちらのサイズ、クジラの下の部分でこうもちもちとした食感が特徴です。そして幻の食材、高級食材とも言われているですね、カノコ、鹿の子って書くんですけども、クジラのほっぺたの内側の本当にちょこっとしたねお肉です。いらっしゃいませ。料亭とか
高級クジラ専門店さんとかで先に抑えられちゃうので、なかなかなかでも終わらない美味しいお肉になります。綺麗な網目状の寿司入るのが特徴です、うん、メニューにないもんね。大将、押し付けられた感じね。よかった。手、結構焼くんだ。結構焼いてください。塩振ってから、塩つけていただいて、うん、焼いてください。じゃあまずこちらの生酒からちょこっと飲んでいただいて、飲み比べなさい。はい、どうぞ。さっきのあのイニシービートなんですけど、あれチョコレートっていうのめちゃめちゃ合うの。合うね、合う、はい、ブランデーだもん、はい、あとね、あのアイスクリーム、バニラアイスのも用あったりして、すごい不思議なんだ。ダメだね、飲みすぎだよ。あ、私そんな飲めないんで、こういうちっちゃなおチョコもうチョコってダメしで絶対合うね。あとで大将にアイス持ってこさせる。それであのちっちゃいの一杯でね、はい、かけて食ってもいいかもしれないね。美味しいかもしれないですね。最高。本当ね、あの食べたいなと思って。これもうちょっと僕の秘蔵のお酒です。うわ、辛口なんだ。これもう焼けてしまった。しかもこれ凍りついてます。
というのも凍らないギリギリで一番いい状態で保存してるんです、うん、マイナス5度ぐらい。でこれが超長久の21年、兵庫山田を使ってるんですけど、山田にして、うん、これが香りが5年半ですよ。今で5年半経ってるのに香りと、そしてウイスキーでも寝かせたらあのまろやかになるね。超まろやかです。どうもお疲れ様でございます。お疲れ様でございます。すごいなこれ。はい。企業が優秀です。はい、では説明いたします。まあこれ普通のバニラアイスです。うん、で、それに、これがきな粉で、これがギニシエビと、でこれが、ノンアルコールの梅酒です。でこれが基上酒っていう。まずちょっと説明していて。なんか。はい、無造作です。はい。はい、井上様ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。一人でいらした鬼つばめ中松と申します。はい、はい、そうですね、あの前もってご注文整理させていただいております。一番いいのは、お作りで食べていただいて、梅酒だこれ。で、これは梅シロップです。梅シロップか、はい、それもあのノンアルコール梅シロップで、あのすごいさっぱりと食べやすいです、うん、そしてこちらがで、あのここの白い器でこう混ぜてもいいし、ちょっとすくってちょっとつけて食べてもいいし、いろいろ試して。大将これ宣伝しなきゃダメ。いや、あの忙しい時に出たらあれなんで、あの写真は笑ってました。これすごいわ、はい、いや、あのぜひいただきます、はい、で最初バニラアイスだけ食べてもらって、うん、そこからどう変わるか、どう変わるか。なるほど。